あなたで番です。は、1966年10月3日から1969年9月29日まで、日本テレビ系列局で放送されていた、日本テレビ制作の火曜バラエティ番組である。正式名称は、タレントスカウト賞あなたで番です。略称は、アナバン放送時間は毎週月曜19時19時30分。1965年9月まで、 土曜19時30分枠で放送されていたオーディション番組味の素ホイホイミュージックスクールのリニューアル版で毎回一般からの参加者たちが芸能人への道が開けるオーディションを受けていた。また司会の伊藤ゆかりが視聴者宅に電話をかけるハッピーコールというコーナーもあり、このコーナーで伊藤にあなた出番です。と返答できた視聴者には番組スポンサーから カラーテレビもしくは自動車が送られた。オーディションは、後楽園ホールで、公開収録の形式で行われていた。本番組には、ホイホイミュージックスクール時代のような舞台設定はなく、純粋な歌合戦の形式で行われていた。この番組からは、泉明や、親分子ン図などが巣だった。また、サブ司会を務めていたザドリフターズのメンバーは、 後継番組かつ自分たちの冠番組であるドリフターズ大作戦でメイン司会に抜擢された。ほとんどの機関においては早川電気工業の一社提供で放送されていたが末期には同社と鈴木自動車工業の二社提供になっていた。早川電気工業一社提供時代には番組の冒頭にシャープのマークでおなじみの早川電機が32曲を通じて 日本全国の皆様にお送りします。レッツゴーシャープ、という工場があった。ありがとうございます。